速まず練習をね、もう一回やっていきたいと思います。3段階の練習をしましたね。鼻から呼吸する。そして今度お腹をつけてやる。そしてお腹に手を触ってやるということですね。でそこで一旦止めて、そしてそのお腹の中にある溜めたものをどうか自分の調子悪いところに持っていく、そこに集中させるっていうやり方ですね。そして今度それが終わったらですね、そのまま今度経絡の走行にちょっとつないでいってみたいなと、思います。なので、自分の痛いところにつく やるというやり方をやりながら、今度はですね、経脈の走行、なかなか皆さんも覚えてないと思いますんで、これはもう見ながらで結構ですから、じゃあここはもうちょっと目をゆっくり開けてもらって、もうこれはちょっとやめにして、ゆっくり目を開けてもらって、じゃあ一個ずつ背景からやっていきましょうという考え、形でですね、やっていっていただきたいと思います。まずは練習ですーっとやっていきましょう。で鼻で吸って鼻で吐く。で最初は、8秒やって、今度はですね、じゃあちょっと30秒測りながらね、やってみて、無理のないようにしてください。そして、それが終わったら、鼻で一応鼻だけでやりましょう。鼻だけで30秒やりましょう。お腹はちょっと意識しなくていいです。でそれが終わったら、普通に戻してもらって、整えてから、じゃあ今度お腹をちょっと軽くスーッと吸っていただいて、鼻から吐いてください。はい、吸って、吐いて。はい、じゃあ内田さん、カウントお願いします。はい、吸って、10秒、20秒、25、26、27、28、29、30、はい、吐いて。これは私が前やりましたセミナーの順番です。で、この通りきちっと一語一句間違えるって やってくださいというわけではないんですが、まあ、一つの目安としてですね、進んでいただいたらいいのかなと思います。まあ、どう喋っていいのかわからないという場合は、私の喋ってる通り、それをこうメモしてですね、書いてもらって喋ってもらっていいです。で、自分のとこにこう切り替えていってもらったらいいので、一つ説明していきたいと思います。まず60分です。あれは計算したら、58分ぐらいで終わってました。もうちょっとあの話も良かったんかなと思ったんですけど、ちょっと私の時間のミスで60分ではなかったんですけども、まあまあそんなに大きな違いはないかなというふうに思います。そして、まず最初ですね、最初開始から10分まで、経絡メディテーションとは何かということです。その説明、そして自己紹介、皆さんは何者なのかということも説明をしていただきたいです。本当はこれ慣れてくるとちょっとやり方変わってくるんです。まずはそこからでいいです。で、この時に、いつも言ってますけど、私のことを宣伝せよというわけではないんですけども、誰がこれを作ったんだって言ったの、作ったのは言った方がいいかなとは思います。で、何か質問があった時ですね、あ、これは私わからないんで、谷口に聞きますと言っていただけると思いますんで、これを作ったのは日本ボディケアの谷口というやつで、これこれこんなことやってるやつだと。いや、いうふうに抵抗がなければ、皆さん抵抗なければ、うまく私を使ってですね、なんか本物以上にすごいやつやみたいに言ってください。そうするとですね、あ、そういう人から習ったのかということで安心をしてもらえると思います。で、皆さんも今どういうことやってるのか、どういう機会でこういうことを学んだのかっていうところですね、これ結構ここ大事なんです。自己紹介。大事です。で、その後ですね、経絡メディテーションを学ぶと何ができるのかってことなんですが、これ1。自分自身の心を安定させ健康になることができるんですよと。で、自分のスキルをアップさせることができるというふうに、あの時私言いましたけど、これはここに書いてますように、これは、対象者はセラピストとか治療家とした形でやってきてみたからです。で、これは一般の方にやる場合は、2番目は家族や大切な人の心と体の健康を守ることができますよっていうふうに言ってあげて
ください。もちろんこれは皆さんの言葉に変えてもらっても結構です。で、その後外気治療についてですね、ここですね、外気治療について。はい。このようにですね、まずは一回やってみましょう。今度ですね、時間を取ってやりますので、またそれにあたってそれぞれの皆さんに対して何か分からないことがあったら言うてねと。で、当日もちろん最初私もパンの顔を出しますんで、そしてやってもらってですね、こうじーっとこの横にじーっと見てたら皆さんもよくやりにくいと思うんで、その時はこう私のことになんか、ニコちゃんマークかなんかのマークがピッて貼っててですね、見てないよみたいにしときますんで、音は聞いてるよという感じですね。うん。だけど、まあ、あんまり途中でこう助け舟出してもあかんかなと思って、そこはなんとか乗り切ってください。うん。で、自分なりに何とかやってですね、60分をとにかくちょっと自分ではね、やってみてください。やったら何か見えてきます。やらなければ何もわからないのでね、とにかく挑戦をしていただきたい。わからなかったら何か他の話してもいいんで、とにかく60分やりきるということです。そして、これはですね、皆さん、お友達お声掛けしてもらってもいいし、私これ宣伝しますんで、550円払ってくださいと言うてやりますので、で550円誰かが払ってくれたらそれ皆さんに後ほど渡しますんで、しっかりですね、やっていただいて、でお友達にもどんどん言ってください。で、できる限り多くの方に見てもらってですね、で友達にも真剣モードでやるからというふうに言ってください。でお友達に、その皆さんに皆さんの URL を送りますから、それを皆さんお友達に渡してですね、それを事前にやっていつつやるから、見てねというふうにやってみてください。私に紹介してするとかそういうことは必要ありませんので、皆さんのお友達は皆さんの中でやって、まあまあ最初ちょっとこいつ誰やいうことだけ言っておいてくださいね。でそれ言ってもらわないとこいつ何やってみんなびっくりしますんで、私が教えてくれてる人が最初出てきて最後も挨拶してましたって、それはするんでとは言っておいてください。はい。まずはそこをこの次回ですね、やっていただいて、とにかくやりきりましょう。うん。